はい、どうも、ステです。先日36山が発売されたということで、今日は久しぶりにデッキ紹介の方をやっていこうと思います。でですね、今回はいつもとやり方をちょっと変えてみて、新しいカードを使ったデッキを構築して、その使用感について紹介していくという感じでやってみようと思います。今日紹介するのはサムネイルの通りローレンシウムですね。早速始めていきましょう。はじめにローレンシウムというデッキについて簡単に説明しますと、青では珍しいトラッシュを活用するテーマですね。有名どころだと星とかイデアとか、あとは正義なる運命とかですかね。あとローレンシウムのもう一つの特徴として、とにかくサイズが大きいという点が挙げられます。8コスト1万1000とか8コスト1万500とかですかね。デッキのカードのほとんどがパワーやコストが大きい上に、アルカナシフトをプレイするとさらに巨大化します。まあなので、単純な殴り合いにすごく強いし、コストやパワー参照の除去も通りにくいというのがデッキの特徴として挙げられます。デッキの得意戦略は押し付けですね。序盤はどんどんローレンシウムをトラッシュに落としていって、中盤以降に高打点を叩きつける感じです。で、今って下手な機動能力を構えるよりも、純粋に打点パワーで相手の攻撃を受けられた方が結果的にライフを守りやすいっていう場合も多いので、そういった点では守りも強いデッキということになります。そんなローレンシウムですが、デッキタイプをさらに細かく分けると3種類に分けることができます。ディソリン採用型、ディソリン非採用型、あとレイヤーの決意採用型、この3つですね。まずリソリン型ですね。3つのデッキタイプの中で出力が一番高いのは間違いなくこのタイプだと思います。このタイプに先行を取られると、4ターン目に正義なる運命とそのお供が出てきて、まあめちゃくちゃにされます。で、なんとか盤面を作って返しても、次は IGOB とイデアにめちゃくちゃにされると。このタイプの何が強いかというと、やはり超無限神器ローレンシウムが存在することによる安定度の高さですね。今のゼクスって全体的にゲームの高速化が進んでいるので、リソースを伸ばせる緑を除くとリソリン採用構築ってやっぱり揃わないデメリットの方が多いんですけど、ただローレンシウムは5コスト帯に1枚ですごいたくさんの枚数の山札を掘ることができるウェイカーがいて、さらに低コスト帯でも山札を掘る手段が充実していることから、リソリンの採用がかなり現実的になっているというのが大きな強みですね。なので、その強みを一番活かすことができるデッキタイプという意味ではリソリン型はとても強力です。一方で課題としては、まあそうは言っても揃わないときはやっぱり揃わないんですよね。特にリソリン型はリンクに8枠咲いている以上、星の採用枚数が減っていることも多くて、リンクが揃わない、星も引けないとなると、先行4ターン目が割と虚無になりがちというのがあります。なら星も4枚出ればいいじゃんっていう話になるんですが、そうすると今度はイデアの参照先が減っちゃうんですね。そう考えるとどうなるか、それが2つ目のリソリン非採用型ですね。リソリンが揃わなかったらどうしよう。答えはそう、リソリンを抜けばいいんですね。このタイプの長所は何といっても構築の自由度の高さです。リソリンの分の8枠が抜けるので、星も十分な枚数採用できますし、イデアの参照先も増やすことができます。ただし出力はリソリン型より落ちる傾向にありますし、そもそも4ターン目の選択肢からリソリンが消えているので、その上で星も引けないとなると、先行4ターン目が完全に虚無になるのがこのタイプの課題です。リンクは揃わなかった時がやっぱりリスキーだし、かといってリンクを抜いて出力が落ちるのも嫌だな。どこかにリンクより少ない採用枚数でリンクっぽいことができるカードはないかな。それが3タイプ目のレイヤーの決意型、あるいは夢中になる時間ローレンシウムを採用しているデッキもここに該当します。長所としては両者のいいとこ取りですよね。出力もそこそこ出ますし、構築の自由度もそこそこ広いです。ただこのタイプが最強かというと、やはりそうではないです。まず決意にしろ夢中になる時間にしろ、5コスト6コストのカードなので、プレイしたいタイミングが非常に限定的という点があります。まあ先行4ターン目とか後攻3ターン目くらいですかね。その点でリンクは最速で揃わなくても次のターンに仕事してくれるので、一概にこちらが上というわけではないです。そして出力の点でも不安定です。これはレイヤーの決意や夢中になる時間が手札からの展開であるためですね。
インクの何が強いかってトラッシュから登場するので、序盤引いたいらないカードをどんどん捨てることができることなんですよね。決意型はそうもいかないんですよ。やっぱり出して一番強いカードって正義なる運命だと思うんですけど、序盤手札を圧迫するから1枚目を捨てたら2枚目が見えなかったという可能性も普通に存在します。あとそもそもの話として、決意型も結局は手札2枚のコンボなので、やっぱり引けないときは引けないんですよね。なので同じく揃わないリスクを背負うなら、揃った時によりリターンが大きいリソリン型の方が良くないっていう考え方もあります。といった感じで、それぞれのタイプに長所と課題があるので、一概にどれが一番強いというわけではないんですが、今回は2番目のリソリンも決意も非採用の形で構築してみました。それがこちらのデッキです。で、2番目のリソリン非採用型にした理由としては、やはりデッキの採用枚数の関係ですね。リンクにしろ決意にしろ8枠4枠ってデッキの枠を持っていって、まあ、その上で誓いだったり究極のイデアの選択肢だったりを積んでいくと、アルターブレイクを十分な枚数採用するだけの余裕はないことが多いのかなという感じでした。あとは使えたらラッキーって感じで1枚とか2枚とか入れてみるのもありかもしれないんですが、新しいカードなので構築思想としてはまずしっかりと枚数を入れてみて使用感を確かめたいっていうのがあったので、今回はそういう構築にはしていません。で、このデッキで遊んでみた感想なんですが、まずアルターブレイク、このカード強いですね。明確に強いと感じるタイミングは高校3ターン目ですね。アルターブレイクってイースを除くと高校が先に使用できるということからわかるように、高校が3ターン目というこれからゲームが大きく動くぞというギリギリのタイミングで先に仕掛ける、あるいはここをしのいで次につなげるための要素っていうのが一つの役割としてあると考えているんですが、このここをしのいで次につなげるということを考えた時に、ローレンシウムのアルターブレイクってすごく強くて、例えば早いデッキに序盤から攻められているというゲーム展開の時にブレイクすることで、3面バウンスで次のターンの相手の IG を防ぎつつ PS に 13,500 アルカノを合わせると 13,500 のゼクスが立つというのは本当に強いです。こういう状況を作れると次の相手のターンに点数が入らない可能性がずっと高くなります。高校の理想的な動きって、とにかくダメージを受けずにゲームを進めて、より万全な状態で IGOB、あるいは先に仕掛けるタイプのブレイクをすることなので、アルターブレイクローレンシウムのこのスペックというのは特に高校においてかなり理想的だと思います。しかも攻められているような状況ならトラッシュもそこそこ増えていることが多くて、アルターブレイクだけならまだ3コストしか使用していないので、残りのリソースで星をプレイすれば攻守を逆転できますし、なんなら皆さんご存知の通りアルターブレイクはセルフバウンスができるので、星アルターブレイク星で1点を取ることができます。今の動きもなんですけど、やはりセルフバウンスできるということから、情報公開時から言われている通り星との組み合わせが抜群です。よく言われている星ブレイク星とかもそうですね。あと個人的に強いと思ったのは、先行4ターン目 IG0 ヒット盤面に自分のセックスなしの状態とかですね。こういう状況になってしまうと、星が0枚の時はもちろん1枚の時もなかなか虚無で、点数を取りつつそれなりにいい盤面を作ってターンエンドという流れに非常に持っていきづらいんですよね。ただこういう状況でもアルターブレイクできるなら、星アルターブレイク星で1点取りながら PS に 13,500 のゼクスを立てるという最低限の動きをこなせるので、こういう課題を解決できるようになったのは大きいと思います。まあもちろんこれを毎回狙うというわけではないですけどね。他には早い段階で3面バウンスという選択肢があるのが大きいと思いました。ローレンシウムはトラッシュを活用するデッキなので、トラッシュを増やすために序盤のゼクスは中央に配置してもいいんですけど、こういう優秀なバウンスがあるなら序盤は自分の PS がアタックされない位置に相手のゼクスが配置されるようにプレイしていって、後にアルターブレイクでまとめて流すっていう動きもなかなか強いと思います。なので総評としては、一番嬉しいのは高校でしのぐ時に強いこと。ただしのぐカードってそういう状況がピンポイントで訪れないと腐ることも多いんですけど、このカードの場合セルフバウンスやイベント封じを持っていることから
攻める時とか他のタイミングでも活躍できる点が大きく評価できると思います。次にチャンバラ合戦ローレンシウム、このカードも相当強いです。一番の使い道はやはり究極のイデアの選択肢ですね。イデアをプレイするターンはレンジやローレンティダノを合わせてしっかり6打点作りたいんですが、当然手札の内容によってはそうならないことも多いです。そういう時にこのカードがあれば、特にトラッシュ回収能力ですね、これを使用して手札を整えることができるので爪のターンの動きが非常に安定します。で、仮にライフリカバリーとか踏んで倒せないなと思ったら機械を回収しに行ける点も強いですね。あとはおまけとして何かと虚無りがちな先行4ターン目にこのカードを持っていれば5で投げて星を回収してそのまま投げることができるので、普通に使ってもまあ弱くはないですね。ただやっぱり本命は究極のイデアだと思います。このカードが存在しているおかげでフォースに入れて有効なカードというだけでデッキの選択肢に入ってくるので、今回もいいカードをもらったと思います。あとはアルターですね。このカードに関しては強いことしか書いてないので特に説明不要でしょう。ただ注意点としてはこのカードすごく強いので序盤からプレイしちゃうんですよね。そうするとアルターブレイクしにくくなっちゃうので、別にこのカードでなければいけないという場合以外には温存できるように4コストのカードはしっかり採用しておくのがおすすめです。1-2のジャスティスとか日程新規とかですね。この2種って他のデッキの4コストのルーターと違ってイデアの選択肢になれたりローレンチダノのコストになれたりと中盤以降でも活躍の場が広いので、さっき言ったみたいにアルターを極力温存できるように片方を4枚取った上でもう片方2枚とか採用しても完全に無駄にはなりにくいです。この考え方はアルターブレイク環境で結構肝になってきそうですね。イデアドライブの登場とか、あとは環境の高速化とかの影響で今って4コストのゼクスってかなり重要なんですけど、今後はここに序盤にアルターを温存できるようにという役割も増えてくるので本当に重要になってきそうですね。ということで今回はローレンシウムのデッキ、特に新カードについて紹介してみました。これまでのローレンシウムも元々の高いパワーとアルカナのおかげで相手の攻撃を打点で受けることができて、イデアからのフィニッシュ力も高いということからかなり強力なデッキだったんですけど、今回のアルターブレイクの登場で対応力も増してかなり強いテーマになったと思います。トーナメントシーンで見る機会も増えると思うので、ぜひ注目しておきたいデッキの一つですね。動画では皆様のご意見やご感想、動画で取り上げてほしい話題を募集してます。コメントもしくは動画の概要欄に記載しているマシュマロにてお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ここまで見ていただきありがとうございました。